第28回董卓を討つ。呂布の妻楊の具合は依然として良くなかった。恐ろしい、そんなに董卓様を怒らせてしまって。お許しください、私が悪いのです。悪いのは董卓だ。いいえ、私です。あなたほどの将軍が側室の二人屋さんに持っているのが当たり前なのに、私がつまらぬことで気を病んでしまって。董卓はお前と俺に贈り物をして機嫌を取っているのだ。でもさあさあ眠るがいい。眠るまで俺がそばについているから。要は元気になることだけを考えていればいいのだ。あなた、要は素直に目を閉じた。すぐに寝息を立て始める。この頃は眠っている方が多くなった。静かな眠りだった。このまま起きないのではないかと不安になるほど静かだった。死なないでくれ、一人にしないでくれ。俺にはお前しかいないんだ。楊だけが俺の女だ、俺の妻だ、奥方だ。死ぬんじゃないぞ、早く元気になってくれ。お許しください董卓様。上ごとか。楊が董卓などに謝ることはない。王院がよく見舞いに来る。楊の様子を見て顔を曇らせた。董卓様に対する恐怖が心の底にあるのですな。自分はどうなってもいい、将軍だけは無事にというのが奥方のお気持ちでありましょう。董卓のどこが怖いのか。かつてはいくらか名を打った将軍だが、もう軍人としては見るべきものはない。意義たなく食いまくって見苦しく太り、いい女と見れば盛りのついた獣のように押し倒すことしかせぬ。宮廷では訳のわからぬ命令を出して王院のような役人や民を困らせている。董卓が帝を擁している。ただそれだけのことで董卓の言うことがまかり通っている。バカな話だ。時に呂布将軍、董卓様が軍の再編を考えておられる。近衛軍をいじられるようだ。おお。それを指揮するのは領州から来た董卓様直属の4人の将軍。私は入ってないのですか。さあどうですかな。将軍は機下に500の騎馬隊をお持ちですな。負け知らずの精鋭を鍛え抜きました。その騎馬隊を董卓様の直属にするおつもりは終わりですかな。もちろん将軍には別に数万の兵が与えられましょうが。我が機下が横取りされると言われるのか。あ、いや、あくまでもどうだろうというお話だと思いますがあるいは酔ってざれ言を申されたのかも。軍の再編は結構。
私が近衛軍に入ろうが入る前がどうでもいいが、私の500騎だけは手放しませんぞ。ああ、今の話は忘れてくだされ。私と将軍の仲だから話したことで。使徒王院は予想以上の呂布の怒りに慌てて館を去っていった。董卓ならやりかねない。長安に来てから欲ぶけになって欲しいものは何でも誰からでも巻き上げる。俺の500騎を欲しがったとしても無理はない。だが言われて黙って差し出すほど俺は董卓を恐れてはいないがな。数日後、王院が青い顔をして訪ねてきた。実は奥方にお別れに来ました。別れとは？私は死ぬのです。だから呂布将軍ともお別れということになりますな。董卓が私を生かしておきますまい。何かあったのですか？董卓はやはり軍の再編をします。近衛軍が協力になって董卓を守るのだそうです。近衛軍とは帝を守る軍勢ですぞ。つまり董卓が帝になるというのだ。そんなバカな。そんなバカな世に私は生きてはいられない。これから董卓を殺しに行きます。逆進を打てという密勅も賜りました。御事の理が出た。おそらく董卓のそばにも行けないでしょう。だからここで切らないでほしい。せめて董卓に一言言ってから死にたいのです。待たれよ人殿。やはり止めるか。将軍も董卓と同じか。御事の理はお持ちか？ちゃんと懐に入っておるわ。切りたくば切れ。死は覚悟しておる。お静かに。妻に聞こえます。そっか、奥方か。私には幼くして亡くした娘がおってのは、奥方が実の娘のような気がして、いや、つい別れだけでもと思ったのが間違いだったか。さあ切ってくれ。私が董卓を切ってきます。何？御事の理を頂戴して私が董卓を切ってきます。そんな。御事の理を。わかった。呂布は御事の理を受け取ると馬屋へ行って席とを引き出した。王院から聞いて董卓の予定は分かっている。宮中への道筋に呂布は兵を配備した。董卓の車が見えてきた。呂布が立ちふさがった。呂布か、何かあったのか？逆進董卓を討てとの御事の理が出た。何と申した呂布？逆進董卓を討つ。早く車から出てこい。20名ほどの軍官が一塊になって震えていた。董卓が車を降りてきた。さすがにかつては猛将と言われた男だ。剣の塚に手をかけ、すさまじい形相で呂布をにらみつけた。お前とは父と子ではなかったのか呂布。無人らしく死ね。父が切れるのか呂布。世の
恐怖を解き放つ。この裏切り者は防音の犬だ。トータクは剣を抜いて突きかかった。呂布は踏み込んで剣を払った。トータクの首が飛んだ。勅命により躍進トータクを呂布宝泉が討ち果たした。よう、これで恐ろしいものは取り除いてやったぞ。ぐっすり眠るんだな。